こんにちは、ケンシです。今回の動画ではこちらの岩谷さんから出ているジュニアコンパクトバーナーとその偽物ですね、ほぼほぼ同じなんですけれども、こちら Amazon で売られている偽物と徹底的に比較の方をしていきたいと思います。でまずそれぞれはこんな感じのカードケースに入っていて、色が違うだけでほぼほぼ同じだと思います。若干こっちの岩谷の方が背が高いのかなっていう気もするんですけれども、ほとんど同じです。でこっちは岩谷って書いてあるんですけども、こっちの偽物の方はピエゾマイクロストーブっていうふうに書いてあります。早速中身の方見ていきたいと思います。こっちの偽物の方はハードケースの中にさらにソフトケースに入っていますね。本物の岩谷さんの方は直で入っています。見た目はこんな感じです。この火が出る部分の形状が若干違うんですけれども、こっちの偽物の方も割とちゃんと均等に穴が開けられているイメージです。でこっちの本物の方は若干周りが気持ち高くなっているみたいですね。でこっちの本物は真横にした時にはほぼほぼここと艶になっているんですけれども、こっちは偽物の方は若干この火のところがへっこんでますね。まあ、この辺が風の影響をどのように変わってくるのかっていうところをまた後で見ていきたいと思います。全体の見た目とか重さに関しては持っただけだと分かんないですね、重さは。で、まあ、ただこの細かいディティールの部分の作りっていうのは全然違うと思います。で、例えばこっちの本物の方だとこの中の中心部なんですけども、ちょっと削り出しのちょっとマットな感じになっているんですけど、こっちの偽物の方はここの部分がちょっとザラザラしてるっていうんですかね、学校にあった蛇口みたいな見た目になっています。なので結構この見た目の高級感で言ったら本物の方が上ですね。でここのメインの接合部ですか、ここは直接 CB 化につながる部分なんですけども、ここの作りっていうのは、まあ見た目パッと見は同じなんですけど、こっちの本物の方がこのプラスチックの質感だったりとか、この中のメインの止める部分ですよね。こっちの本物の方に関しては、ここの一番ちょっと暗くて見えないかもしれないですけど、一番奥とさらに手前にオーリングがダブルで入っているのに対して、こっちの偽物の方は手前にはオーリングがなくて、奥に1個だけ入ってますね。この辺の違いもあります。ですのでこのガスの、まあ、使ってる分に関しては特にガス漏れとかは感じなかったんですけども、こういう風に見てみるとちょっとオーリングの部分でガス漏れの心配だったりとかっていう安全性で考えると、やっぱり岩谷さんの純正の本物の方が上を行ってるなと思います。あとは明確に違うのはこの火力調整のダイヤルですよね。偽物の方は赤で、本物の方はちょっと黒っぽく見えると思うんですけども、暗めのブラウンっていうか茶色みたいな色をしています。こっちの点火スイッチに関しては本物の方は岩谷っていう刻印が入っていて、で作りもしっかりしてるんですけども、こっちのもう一個の偽物の方ですね、でこうやって見てみるとちょっと斜めになっていて、なんかこっちの押すカチッってやる部分の方がちょっと下がってるような見た目になっています。あとはさっきの火口の方を見てみると、若干こっちの方が大きいのかなというところですね。この辺もちょっと比べていきたいと思います。で、まず本物の方なんですけれども、こんな感じで、一個ずつ五徳を上げていって、で、次に足を出して、完成ですね。あと本物の方はこんな感じのシリアル番号だったりとか、あとは注意書きですね、これが書いてあるプレートがくっついています。でこの PSLPG っていうマークがあるんですけども、日本だとこのマークがないと販売することができないらしいですね。まあ外さんの製品とかも全部こういうタグだったりシールが貼ってあるので、日本製品っていうところのまあ安全性を示すものですね。まあ、ただこれは利権とかもあると思うんですけれども、まあ、そういう関係でこれがついていて安全ですよというような指標になっています。で偽物の方には
ついてません。で、偽物の方の組み立ても同じですね。岩谷さんのジュニアコンパクトバーナーと同じ組み立て方で、こんな感じで組み上げていくことができます。見た目がほぼ同じですね。この下の足の部分も3点で広がって、で、安定性も同じですね。ほぼほぼこういうふうに揺すったとしても、まあ、どっちがガタつきがあるとかっていうことは特になくて、足はほぼほぼ同じです。で、もう一点は、こっちの五徳の部分があると思うんですけれども、ちょっとわかりづらいかもしれないんですけど、こっちの本物の方が、五徳一つ一つが斜め上に上がっています。こんな感じですね。一方の偽物の方を見ていくと、若干、まあ、この段差がついていて、で、それで、いろんな大きさの空間に対応できるような段差がついているんですけれども、そんなにきつい傾斜がついているっていうことはないですね。まあ、こっちの方は、こういうふうに全部が、真ん中が一番低くなるような、お得になっているので、こういう丸みがあるクッカーとかだと、結構安定しますし、だからといってこっちに乗っけたとしても、ちょうどこの段差一つ一つがこのクッカーの裏の部分に噛むようなイメージなので、そんなにどっちが安定してどっちが安定しないっていうことはなさそうです。で、値段についてなんですけども、こっちの本物は Amazon で税込みで3710円で購入いたしました。で、一方でこっちの偽物の方は1880円の税込みで購入しました。で、差額としては1830円なので、値段としては本物に対して偽物がほぼ半額で購入することができて、ほぼほぼ同じ見た目となっております。で、見た目が一緒なんですけども、実際に火をつけてどうかっていうこともまた比べていきたいと思いますので、やっていきましょう。で、まずこっちの本物の岩谷さんのジュニアコンパクトバーナーの取り付け方はこちらですね。この接合部のところがこういうふうに稼働するようになっているんですけども、斜め45度ぐらいですかね、ちょっと斜めの風にして、で、この CB 管のくぼみと合わせて、で、それで奥に押しながら回して、で、これでセット完了です。ものすごく付けやすいですね。で、もう一方のこっちの偽物の付け方も同じですね。ここの同じように稼働するんですけども、ここが偽物の方が硬いですね。なんか動かした時にこうプッと硬く、ちょっと力入れないと回らないと思います。付け方は同じで、こっちを斜めにして、この出っ張りとこの CB 管のくぼみに合わせてセットして、押しながら回してセット。こうやって見ると2つとも同じだろうと思うんですけれども、ちょっと着火して比べていきたいと思います。で、火の付け方はここのダイヤルを開いていって、シューッと音がしてきたら、この点火スイッチを押して、ここの上の部分から火花が飛んで着火されます。今本物の方の岩谷さんのジュニアコンパクトバーナーなんですけども、低火力といいますか、今弱火ですね。一番強くすると、音で分かったと思うんですけれども、かなりの高火力です。で、もう一方の偽物の方も見ていきます。こちらの偽物の方も使い方は同じで、この赤いノズルを開いてシューッと音がしてきたら、ここの点火スイッチを押して火をつけます。今弱火なんですけれども、一回強火に最大火力にしてみます。さっきの本物と同様で結構な熱量ですね。ものすごい火力を感じました。ちょっと2つを並べて検証していきたいと思います。で、ちょっと見えやすいようにこの手前の五徳だけ起こしておきます。今それぞれ一番の弱火にしています。で、ここから徐々に上げていきます。炎の形に若干の違いはあるんですけれども、どっちも安定して高火力が、で、かつ
この燃焼部分の炎の出方とかっていうのも、この穴の形状が違うから若干違うっていうところもあると思うんですけども、どちらも綺麗に出ていたなという印象です。で、あとこの本物と偽物の最大の違いとしては、遮熱板があるんですけれども、こちら偽物の方にはつかないですね。で、これは僕 Amazon で購入した遮熱板なんですけども、遮熱板っていうのはここで料理をしていたりするとこっちにその料理の熱が跳ね返った副遮熱っていうのがあるんですけど、それがこっちのカセットコンロですよね、 CB 缶の方に伝わって、でこれが熱くなって爆発する可能性があるんですけども、それをこの遮熱板をここにセットすることによってその熱を遮断して、まあ、そういった事故を未然に防ぐっていうものなんですけれども、こちらは岩谷さんのジュニアコンパクトバーナー用に作られているんですよ。ですので当然この取り付けっていうものは問題なくできるんですけれども、ジュニアコンパクトバーナー専用で購入するとこっちの偽物の方にはこれが取り付けできないんですよね。どちらも同じような見た目で、ここの部分の柱が3つの溝が入っているんですけども、この3つの溝が若干こっちのが太いんですよね。ですのでこれがぴったりに作られていますので、はめ込もうとしてもここのまずここを通らないので、こっちの方の偽物にはつかないですね。ですのでこの偽物を購入するっていうふうに考えると、コーリングがないっていうところのガス漏れの心配もありますし、で調理をするっていう、まあお湯を沸かしたりラーメン作ったりするぐらいだったら全く問題ないと思うんですけども、長時間何か料理をするとか、あとはこんな感じでバーナーパッドを使ってちょっととろ火で煮込み料理を作っていくとかっていうふうに考えた時に、結構この副遮熱の影響が出ると思うんですよ。でそれを本物だったらこの遮熱板をセットすることによってガードするっていうことが別売りでオプションではあるんですけどもできるんですけど、こっちはその拡張性がないので、何か別の対策をしないとこの思わぬ事故につながってしまうっていうところがあると思いますので、そちらの方も気をつけた方がいいんじゃないかと思います。でそれぞれの商品に関しましては、こちらの本物と偽物それぞれ概要欄にリンクを貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。まあ僕としては本物がおすすめです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。